汚染された息を止めてやるぞ。波に乗ろうぜ。なんとかなったね。行け！セイ！
ック開始だ。俺に勝てるかな。俺に勝てるかな。一丁もんでやりますか。
よし、いざ勝負。一気に決める。今度こそ一丁もんでやりますか。くらえ。正義は必ず勝つ。ノーキアたちをすっかり見失っちまったな。ユージ、何しに来た。エリカについていろと言っただろう。お前を止めに来たんだよ、俺もこいつも。気づかないかユージ、ここまでのトラップぬるすぎだ。昔俺たちが攻略した時は全員で挑んでも相当な時間がかかったんだぜ。どうもこの騒ぎ気な臭い。よそのチームに行ったやつには関係ない。は？お前な！俺はチームを抜けたつもりなんかねえっつの。お前がアンダーゼロに行くっつうからわざわざ来たんだろう。そんなこと誰が頼んだ。前から言おうと思ってたけどよ、お前真田に対していっつもそんな調子だよな。頭ごなしに突き放してよ。そんなんだからいつまで経ってもあいつが俺たちのところに戻ってこられねえんじゃねえか。年上のくせに大人げねえとは思わねえのかよ。真田のことは関係ないだろ。言ったはずだ、岸辺と手を切るつもりはないと。アンダーゼロの監視は岸辺からの依頼だ。これにはエリカの命がかかってる。どうあっても俺を止めたいなら力ずくで止めてみろ。ああそうか、らしくねえとは思ったが、ここまでとは。ちった頭冷やしやがれこの分からずや。ありがとうよ。分かってるとは思うが、あいつは強いぜ。気抜くなよ。俺の邪魔をするな。
け。波に乗ろうぜ。石頭、知った冷えたかよ。なぜ邪魔をする。岸辺の依頼を失敗すればエリカは。お兄ちゃん、エリカ、お願い、これを聞いて。あらあら、いい感じで動いてくれてるじゃない。あなたがいい具合に追い詰めてくれましたからね。あとは彼女がうまくやってくれるでしょう。彼らの達成感を満足させられるレベルにセキュリティのレベルを下げておきます。それでうまくゴールまでたどり着いてくれるはずです。姫、おい、これひょっとしてアンダーゼロの話じゃないのか。そうだと思う。神城のサーバに仕込んだマルウェアを経由して岸辺の端末をハッキングして盗聴したの。アンダーゼロに何か膨大なデータが送り込まれた痕跡があるし、バルハラサーバ全体に岸辺の手が回ってる。コアまで降りちゃダメ。きっと罠だよ。まずい、ノキアたちが先に行ってるんだ。おい、通信が繋がらないぞ。メインフレームを囲うようにデジタルウェーブ数値が上昇してくるわ。ツッピンはカットアウトされちゃう。エリカ、そう、早くあいつらに知らせねえと。おい、待て。
開始だ。せい。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。さあ、行こう。
ノキアのデジモンか、ノキアがフェイに勝ったのか。はいはいはい、ご苦労様。岸辺、よく頑張ったわね。お姉さん、ほんと感心しちゃったわ。リエさん、あとはもう休んでてくれていいわよ。あなたの役目これで終わったんだもん。ここにみんなを連れてくるのがあなたのユーモくんの役目だったの。筋書き通りここにみんなを集めてもらったら、そしたら、あっ母ちゃんたちってば本当にバカよね。手のひらで転がされていたとも知らず、こんなところまでのこのこと集まってくれてありがとう。あなたたちの未成熟で青臭い精神エネルギー、お姉さんが絞って絞って絞り尽くして、黒に出た化け物か。おいおい、こりゃやばいぜ。どうするよリュウジ。リュウジ、なんだこれ。これをあの女がやった。俺は、俺は
俺と。それじゃエリカ、リュウジ、消えた。千歳が消えた。柔道も仲間もみんな消えた。両親も消えた。エリカも消える。みんな消える。消える。消える。力を貸してくれ。くらえ。くらえ。何だったんだよ。誰か俺の仲間を知らないか。急に消えちまったんだ。なあ、千歳はどうなったんだ。
ああ、エデン症候群。ちくしょう、ちくしょう。あただ、消える。俺の大事なもんは。あんなお兄ちゃん初めて見た。体なら平気だよ。もうすぐ退院許可が出るから。エリカ、ワームもやってくれた？やったけど、エリカの退院許可を出すためにね、その検査結果の改ざんを。お兄ちゃんのことを聞いて、おとなしくここで治療なんて受けていられると思う？どっちにしろ、岸辺がお兄ちゃんを切った時点で、私の治療だっていつまで続くかわからなくなったもん。だったらここにいたって無駄だよ。エリカ、二人にお願いがあるの。お兄ちゃんと千歳の仇を取る。手伝って。まさかそれ。岸辺理恵を叩き潰すよ。エデンの様子はどう？ワームも復旧してるよ。アンダーゼロの騒ぎの後、一度緊急メンテナンスが入ったみたいだね。今もバックグラウンドで調整が続いてるよ。千歳のマルウェアのおかげですぐ情報収集できたの。復旧作業に追われている今なら、アバロンサーバーのセキュリティも甘くなっているかも。すぐに侵入しよう。侵入してどうする？決まってるでしょ。岸辺を警察に突き出す。決定的な証拠を手に入れる。電脳犯罪捜査課サーバーでお兄ちゃんが消したデータ、上城の不正のやり取りの証拠をね。でもそれってリュウジが消しちゃったんじゃ。岸辺みたいな出会いは、人を脅せるデータは絶対に手放すはずがない。きっと上城のメインサーバー、アバロンサーバーの奥にも CEO だけが入れる最高秘密エリアがあるらしい。通称秘密の部屋。そこにならきっとある。仮に目的のデータがなくても、そこのデータを洗いざらいネットにぶちまけてやれば、岸辺を追い落とすことができる。岸辺の悪事が一つだけとは思えないの。自分の悪事が自分の首を絞めることになるってわけ。怒ってるエリカ初めて見たよ。そうかもね。こんなに怒ったの私変かな？あんまりふざけてるとまためめたんだよ。冗談ねえ、頼りにして。エリカ、もちろん私もお手伝いするからね。あんたは私のデジモンなんだから当然。私は感謝されないの？さあ、記憶をたぐってみれば。
通信制限に足止めされている余裕はない。今度は私も一緒に行くよ。以前君が仕掛けたマルウェアがバックドアにある。ここから侵入して岸辺り。今までやってきたことにつけろ。落とし前をつけるってやつだね、エリカ。そういうこと。準備はいい。ハック開始だよ。